うわぁ、行くか。 SA58 があとちょっとで使える。早く使いたい。よくないよ、別に。でもさ、言うてさ、 M1A と大して反動の数値変わんないんでしょ。 M1A 解散したら240になる。でもどうせ俺まだ改造できないしさ。ほんだったらなんか SA58 でフルオート打てる方がよっぽどいいんだけど。って思うじゃん。うん、近距離フルオート、まあ、理想と違うからあんまり。あまりにもでかすぎて使い物になんねえって感じ。あみたいな。ああみたいな。あ無理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 みたいな。試しに使っておかないとね、ほんと。ああみたいなっちゃうから。超暴れ馬な。まあ暴れ馬どころじゃねえよ。沸いてよ、途中参加だから。これまだ沸いてないの。嘘。あ、途中参加ってか、ほぼ同時スタートなの。沸いてた、沸いた。行くぞ。ちょっ20秒遅れぐらいだね、ボインボ。あ、もう不利じゃん。もう積んだわ。西側で俺ら一番近いとこだけど、土砂降り、雨降りすぎよ、さっきから。タルポッチ、いつも雨降ってるよね。まともに晴れてることない。IoTV って30レベルって書いんだっけ。あれ、ラグマン。ラグマン30だっけ、上がる。ああ、30だね。30。まあ、とりあえず SA58 かな。かわいそう。たまたまいよ。 SA58 使ってる人あんまいないね、ほんと。こんだけ反動やばすぎって感じなんか。コスパ悪すぎ、反動やばすぎって感じ。ね、言うて1000ドルでしょ。は？何やお前の。1000ドルとか安いじゃんみたいな、そんな言い方しちゃって。いやだって1000ドルって別に、だって M1A だって800何十ドルすんじゃん。そこまで変わんなくね。それだって高いんだよ。それだけ高いよ。その差がでかいって。 M1A ですら高いって話。あ、まあ M1A 高いね。 M1A ですらカツカツでみんな買ってんのに、その高い、その最上位の SA58 なんか使えるかって。なるほど。なんか後ろ走ってない。ほんとに走ってた。雨の音で全然聞こえんわ。もうこの時点で足音聞かれてるだろうから、建物の中突っ込もうぜ。いけいけ。はい、とりあえず1階、1階の部屋入った。2階上がるよ。はい。やべ、マウスパッドにゴミが。2階は大丈夫かな。廊下3階行きます。まあ、敵が来んと。足音してる。2つ歩いてるね。なんか木の音と外かな。さっきの敵これ使ってきたよな多分。でもそれにしちゃなんか随分
動けない。走ってんだよ。走ってる。何回やと思う？一回じゃない？走ってんのは。なんかやっぱ左でも出せるボックスから右もわしゃとしてる。わしゃとしてる。二つある。プレイヤーっぽいな、全部。あ、ADS してる。多いぞこれ。勘弁してくれ。レーザーつけたりしてる。別のやつか。めっちゃ撃ちゃってるよ。ちょっと俺行ってくるわ。ああ、一緒に戦おうぜこれ普通に。え、来んの？うん、一緒に行く。倒した？何こいつ、何こいつ、ちょっと待って、固まってないけど接続切れたんじゃねえ。切れてるわこのタイミングで俺。あ、接続切れてる。なんじゃね、まったん。めっちゃいる敵。俺ボインボ倒しちゃったかも、接続切れて敵だと思って。まだいるわ。倒した倒した。ああ。五人敵。五人ってか、四人パーティーか。どれがボインボだ。これだ。こんだけプレイヤー死んでるともうプレイヤーいないだろうな。どの敵も俺はあんま削りきすぎだな自分で。アルサスってマガジン抜いたら細くなるのか、なんないか、さすがに。いや、いすぎでしょ、何人いんのこれ。 M4 あるし。あ、いい IoTV ある。帰るか。ペンキラノも。なんか一人いるし、敵どっかに。
あ、ちょっと聞こえる。部屋の前に一人でしょ？で、ボインボ含めずに、1、2、3、4。ん？違う。5人いたのか、敵。使うか。一回下ってからだな。確実なのは。だからガチ打ちは一人だけだったかな。帰りたい。ロックパッセージで、ここ脱出できないんかい。やめろ、銃声で今寄ってくるとか。重すぎてスタミナが回復しない。最初にボインボを倒してて後ろから撃ち抜いてその後4人倒してるわ。で、ボインボが倒したので合計5人か。敵は言い過ぎだろ。1人目40レベルだな。ヘッショで倒してる。あれ持って帰ってくるの忘れてる。ドッグタグ1個。